そしたらまあじゃあやはり話を聞かせてもらおうか、あやめのこと。なんでそこまでね、あやめさんを犯人じゃないと断定するような口調で言ってるんでしょうかね。いやそれにしても可愛いよな、あやめちゃん。なあ、みつるぎ、お前もそう思ったろうな。なんだよ、みつるぎ、黙り込んじまって。今の一言、非常に気になるのだが、もしかしてお前が彼女を無実だと信じてる理由は、あんな可愛い子が殺人なんてするわけないからさ。まあそうだろうな。お前はそうだろうな。やっぱり、帰ってくるんじゃなかった。大丈夫だって、俺の目に狂いはねえから。まあその、ね、一応、あやめさんにさ、話聞いたときに、殺したかと。もう殺してないと。きっぱり言ってましたから。で、しかも、サイコロ6も出なかったし、サイコロ城も出なかったしね。何回目だ、そのセリフ。でもな、あやめちゃん、女の子なんだから。あんまり無理しちゃいけねえよな。そう、これね、この話、実はすげえ重要な話なんですけどね。何か言ったか、やはり。いやいや、なんでもねえよ。実は何気に重要なんですが、やはり事件があった夜はどこで何をしていた。事件の陰でね、やっぱりやはりと言われて、もう25年ですか、6年ですか。やはり。お前、よりによって、この俺を疑ってるのかよ。何?帰れ、もう飛行機乗って、どこへでも飛んでっちまえ。そしてその途中で墜落して死ね。ここまでね、その国をまたいで、友人のために駆けつけた、三つるぎさんに向かって、よくもそんな口を、もう一度だけ聞く。事件があったより、お前は、どこで何をしていた?てめえ、隠し事してやがんな。やっぱりサイコロ城か。いやー、さすがの俺もよく覚えてねえや。そんな昔のこと、昨日のことだけどな、やはり。まあいいさ。突きつけたりとかしてもあんまりあれかな。まあ一応お前自身のこととか、あ、俺のことをやはりって呼ぶなよな。なんだと、今の俺は身も心も天竜斎マシつくんだから。じゃあ他の話を聞かせてもらおうか。やはりマシつくんで呼べ。さもないとお前のこと天竜斎みつるくんって呼ぶぞ。それだけはやめろ。それだけは交わらせるんじゃねえ。いいやつだったかもしれねえよな。なんつうかその、もう死んだやつを語るみたいな雰囲気。そう、今になってみりゃみんないい思い出さ。だからこの男はまだ死んでいない。ま、俺はやつの命の恩人なわけだけどな。どういうことだ。俺の素早い通報で、なるほどは無事助かったわけよ。あー、なるほどね。なんといっても俺、元ガードマンだし、プロの。通報の速さにかけては、確かに私のところにもすぐ電話がかかってきた。この男、人を使うのがうまいのかもしれないな。自分では全く動こうとしないのが腹立たしいが。そうですね、上に立つ、ある意味上に立つ人間なのかもしれませんね、こいつは。認めるのも尺ですが。信じられねえよ、あんないい人。しかもその罪をあやめちゃんに着せようなんて。みつるぎ頼んだぜ、俺応援してるから。もう少しマシな手助けはできないのか。そうな。じゃああれだ、お前の似顔絵描いてやるわ。せっかくだ、お願いする。ちょっとなんかそれ見たいな、みつるぎさんの似顔絵。どんな感じなんでしょうかね。どうも彼女は何かを隠しているようなのだが。そうな、彼女恥ずかしがり屋さんだからな。そういう問題ではないと思うが。照れくさいんだろ。俺よーく理解できるわ。うん、そうよな、あるよな、そういうことって。
勝手に理解して勝手に納得するな。実はすごい場面をお前はね見てるわけなんだが、でもその恥じらいがまたたまんないわけよ。わかるだろう。人の話を聞かぬ男だ。相変わらず、まあ後々嫌でもかかることになるんだ。まあ今は置いておいて、でね、こう前回ね、なるほどさん最初に来た時さ、なるほどさんとこう迷いちゃんとはるみさんがね最初に来た時はスノーモビル雪がかかってて使われてない感じだったんですけど、かかってないということは最近使われたということなんですよね。こんな山の中では必要なのかもしれないな。実はこれを見ていてひらめいたことがあるっす。聞きたくないと言っても喋るんだろうな。そうでしょうね。全く新しい発明品っす。大儲けできるかもしれないっす。一応聞いておきましょうか。それは一体何でしょうか。発明品？雪の上を走る車、その名もスノー自動車っす。まあ、ぶっちゃけそこまで驚きはないですよね。まあ、だってスノータイヤとかで、ね、雪の上走ってる車とかは今普通にあるわけだし、そんなこう斬新な驚きは一切ないですけども、どうっす、三浦健二も一口乗るっすか。試作品ができたら乗せてもらうとしよう。今ねスノーモードとかありますよね。車になんかそもそもついたりとかしますよね。かなり古い山本のようだな。時の重さを支える重厚な作りだ。いい表現ですね。なんかねかっこいい。さすが三浦健二っす。コメントが一味違うっす。こういう枯れた雰囲気は嫌いではない。やっぱり古いものには味があるっすからね。自分のコートも何とも言えない色合いでカツオ風味っす。それはねちょっと違う気がするよね。それただただ下品って言うんじゃないのかな。下品とは違うか。清潔感がない感じ。そういう枯れた雰囲気は好きではない。たまには洗いたまえ。そうですよね。上品に行こうぜと。かなり古い三文のようだな。時のあ、間違えた。これさっき調べたね。あの奥の鐘を調べたかったんですが、小さな鐘付き動画見える。そういえば昔から疑問に思っていたことがあるっす。またね、勝手に話し始めましたね。聞きたくないと言っても喋るんだろうな。聞くしかないんでしょうね。嘘をつく人を我々は嘘つきと呼ぶっす。ああ。ならば鐘をつく人は、やっぱり鐘つきっすか。まあそうなんじゃないですかね。餅つきに、マリつきは。もう今夜も眠れないっす。意外にナイーブな男だ。で、言葉にこだわる、そういう人間だったか。案外。で、そしたら、じゃあ、本堂行きましょうか。おそらく、ビキニさんがいらっしゃるので、当日防止国、ハザクライン本堂。ふぅ。あ、どうも。どうっすか、具合は。まあまあ、おかげさまで。あら、こちらは。水瑠璃玲二と申します。一応その、事件の瞬間を目撃した、目撃証人としても、話を聞かなきゃいけないですもんね、ビキニさんからは。あら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 、可愛い男の子は、大歓迎よ。ふぅ、こんな状況じゃなかったら、おばさんも。男の子、好かれることを尋ねますが、まあ、この人からしたらね、年齢的に男の子でしょうよ。ビキニのおばさんを探しているのですが。まあまあまあ、間違ってないから。あ、それなら、おばさんのことね。ビキニじゃない。見たところ、ビキニではないようだが。これは恥ずかしい。あらあら、おばさんだってね、すごいんだから、特に夏は。わははわはわはは。三浦健二。この方、住職のビキニさん。例の目撃者っす。人の子さんのせいだから、そういうことは早く言いたまえ。だから君の給料はいつまで経っても下り坂なのだ。何がビキニのおばさんだ。腹減ったっす。どんどんやつれていくね。
それであのどうなんですか、うちのあやめは。真面目な顔になりました。とにかくお話を聞かせていただきましょう。まあね、ビキニさんとしてもね、これは不本意な事態でしょうからね。まずは昨夜のことをお話しいただきたい。昨夜はね、ほら修験者様がいたでしょ。晩御飯の後、奥の院にある修験堂へ行ったわけよ、二人で。迷い君のことだな。それは何時頃のことだろうか。ここを出たのは9時頃だったかしらね。修行はね、一晩中続くから、それはもう大変なのよ。霊行道場の住職はずっと付き添ってる決まりなの。まあでも途中で戻ってきたってことだよね。そのビキニさんがこっち側にいるってことはさ。いや、それは大変っすね。刑事、感心してる場合じゃない。え、あなたは午後11時頃境内で事件を目撃している。ってことは途中で戻ってきたってことだよね。一晩中付き添ってるはずなのにもかかわらず、奥の院にいるべきあなたがなぜこちらに戻っていたのか。そんなに見つめられたらおばさんゾクゾクしちゃうわ。こっちも少しゾクゾクした。何でゾクゾクしたんだ。はっは、寒がりっすね、三鶴賢治は。本堂に戻った理由もね、気になりますけど、目撃したことまず先に。それではあなたが境内で目撃したことを聞かせてください。あれは11時を過ぎていたわね。もうね、もろよもろ、あれは。まあまあまあ、落ち着くっす。ネクタイ引っ張っちゃダメっす。伊藤さんのネクタイ引っ張ってんの今。二つの人影が見えたわ。一人はもうぐったりしてて、これは完全にあやめさんですよね。もう一人が後ろから刀をぷっつりと。その犯人、あなたは目撃されたのですか。信じたくなかったわ。あれは、あやめでした。まあ、ビキニさんもさ、わざわざ自分のその、娘みたいなもんですよ、あやめさんは。そんなあやめさんをね、嘘で、こういうこと言うわけないもんね。だから本当に見たってことなんだろうね。それは大変なショックだったでしょう。そりゃそうっす。自分に置き換えて考えてみれば。三剣賢治、なんと法廷にて、なるほど、弁護士を串刺し。ああ、そうですね。全員身内ということでね。伊藤の子刑事、なんとそれを証言台にて目撃。ただ、なるほどさんは無傷と。みたいなものっすから。ありえない。でも、それが現実だったわ。気がついたら悲鳴を上げていて、気がついたら気絶していた。どうやら目撃したことに間違いはないようだな。ただ、なんとなくあの時のあやめは不自然だった気がするの。不自然？いつもと違うっていうのかしらね。まあ、あやめさんが言ってたのはね、その、ずっと自室にこもってたって言ってましたから、だから、まあ、そこには行けないですよね、自室にこもってたら。証言が食い違ってきましたよね。どういうことだ。まあ、本堂に戻った理由、教えてくださいよ。修験者の修行中、住職は付き添う義務があるそうですが。まあまあ、そうなんだけど、おばさんね、こう見えて腰が悪いのよ。そこの人腰悪いんだよね。冬はね、特にもうダメ。バケツも持てないぐらい。昨夜は特に冷え込んだでしょう。腰がバリバリ言い出して。死ぬ前にお風呂でゆっくり温まろうって思ったのよ。そうですね。せめて最後ぐらいは。だから、ハザクラインに戻ってきたわけ。修験者をほったらかして。いやね、おばさん、そんなことしないわ。そのためにあやめを呼んだの。消灯の鐘を鳴らした後に。あ、なるほどね。修験堂に行くようにね、言われてたみたいですもんね。でも、あやめさんは行かなかったんですよね。怖かったっつって。確か彼女は奥の院には行かなかったはずだが。この住職は彼女を、ああ、はい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 。ちゃんと、あやめさんが来た上で自分は本堂に戻ったよと。そうなると、
話が食い違ってきますもんね。もう少し詳しい情報が欲しいな。まあこれもまあいろいろ複雑なんですけどね。まあ修験者のこと聞きましょうか。その修験者様というのは、ああ、綾瀬と真弥さんね、悪いことしたわ、あの子には。そうですね、今もなお苦しんでるとは思うんですけど、せっかくのスペシャルコースなのに、ほったらかしに。スペシャルコース？霊氷の上に座って樹脂を3万回唱える修行ね。まさか、今もなお奥の院でそのスペシャルを、まあ、やってるんじゃないですか？いや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 、さすがにそれは大丈夫よ。昨夜はまだ本格的な霊行に入る前だったからね。それならば良いのですが。まあ、でも今、ね、あそこに取り残されてる時点で修行みたいなもんですよね。あ、そうそう、もう一つ気になることがあるの。聞きたいような、聞きたくないような、揺れる男心っす。小さな女の子がいたでしょ。迷いさんの妹さんみたいな。はるみちゃん。迷い君に妹がいたのか、まあ、妹じゃないけど。きっと、はるみちゃんっすね。あやさと、迷いのいとこっす。はるみちゃん。ゆうべ、エリス先生と一緒にいたはずなんだけど。今朝から見てないの。どこにもいなくて。なんだと。被害者と一緒にいた。みんなおばさんの腰が悪いのよ。まあ、そういうことでもないと思いますけど、心配ですよね。ハミちゃんもいないとなると、被害者と一緒にいた女の子が消えた。まさに、謎はミステリス。まあ確かにね、姿を見ないと思ったら、ちょっと調べてみよう。あ、そっか。何やらありますよね。部屋の隅に藁の円座が積まれている。下から覗いている白い紙は何だろうか。これ重要ですよね。さあ何すかね。調べてもらえるかな、糸の区切り刑事。ははは。いやこれが、まあ、まあこれのせいでね、いろいろ三鶴賢治こんなものが。みすぼらしい茶封筒だな。ギャース。どうした刑事。こいつは、超重要な手がかりっす。ある種スペシャルっす。とりあえずさっさと読みたまえ。どうやら、あやめさんに当てられた手紙みたいっすね。今夜10時。極楽庵にて待つ。秘密を知られたくなければ。これ別に重要じゃねえわ。まあ重要ではあるな。重要ではあるわ。これもまあ重要ではあるか。ただまあ、俺が思ってたやつとは違うな。まさか脅迫状。あやめさんに当てられた、そうですね、脅迫状ですね、これはね。それにしてもさすがは三鶴賢治っす。これがあるから怖かったってことなんでしょうかね。何やら怖かったって言ってましたもんね、あやめさん。どうしていつも重要な手がかりを発見できるっすかね。てかそこにあったからね。超堅実、ある種スペシャルっす。これを見落とせる方がある種スペシャルだと思うが。なぜね、こんな場所にあってね、誰も気づかなかったのか。ものすごい存在感だ。小間がたまっていうんだこれ。と言ってね、あまたの霊体が宿る宝物だよ。え、これさ、これが小マガタマだったら、大マガタマって何なの？これが小っすか？大マガタマは、綾里屋敷の本堂に祀られているわ。へぇー。先日の位の里秘宝店に出品されるはずだったんだけど、じゃめちゃめちゃでけんだな、それ。でかすぎて会場に入りきらなかったね。そんなの、あるんだ。未だに見たことない気がしますけどね。お、カバチっす。あったかいカバチっす。カバチ？カバチではない、火鉢だ。お、座布団がいっぱい並んでるっす。座布団ではない、円座だ。円座と読む。さっきから三鶴賢治、揚げ足取りばっかりっす。円座はともかくカバチはないだろ。わかんない、俺なんかの方言かと思ったもん。カバチタレ的な。
わからんけど。そしたらだ、なんか突きつけたりとかしてみましょうかね。まああなたの話を聞いてみましょうか。おばさんのせいなのよね。主におばさんの腰のせい。エリス様が亡くなって、エリス様、このエリス様っていう言い方がね、ちょっとね、実はね、重要ですよね。修験者様も閉じ込められて、小さな女の子も愛想を尽かしてどこか行っちゃって、別にエリスさんでもいいじゃない。エリス様っていう言い方がね、愛想を尽かしたわけじゃないと思うんですけど、まだまだおばさん修行が足りないのね。まあでもいい人だよね、ビキニさんって。普通にいいおばさんだよね。はるみちゃんどこ行ったんでしょうね。あなたの腰のせいですかね。ああ、この子はどこへ行ったのか知らねえ。調べたところお家にも帰ってないっす。この葉桜院の近くにもいないのよ。そうなるとこの子がいる場所は限られてくるな。あ、吊り橋から起こして下の川に流されたとか。だから貴様はなぜ良くない方向にばかり考えるか。いつもの密令検知のやり方を真似てみたのに。貴様と仕事をすると自然とそうなってしまうのだ。いや、不安ですよね。そういう可能性もまあなきにしもあらずですからね。大事なお客様ね、この子は。偉い修験者様。偉いというの。綾里といえば、クライン本流の家元の名字だからね。きっと力のある霊媒師さんになるはずよ。そういえば1年前、クライン流霊媒道の家元をめぐって事件が起こったっす。ありましたね。逆転裁判2の話ですけどね。刑事、私はそういう非現実的な話は好きではないのだよ。はっは、怖がりっすね、三つ折源氏は。そういう捉え方？そういうことではないのだが。あと気になるところは、まあ、エリスさんもちょっとね、あとエリスさんとあやめさんか、聞いていきたいところは。まさか、こんなことになってしまうなんて、このビキニが、ビキニのせいで、とんでもないことに。まあまあ、おばさんが責任を感じる。ほら、坊主に何がわかるって言うんだい。急に坊主。男の子だの坊主だの、ここ怖えす。無駄にヒゲを生やして、無駄にコート着て、あんたが代わりにやられちゃえばよかったのさ。どうしたのビキニさん、急に。それはそれでひでえよ。これちょっと傷つくよね。なんでここまで言われなきゃならないっす。確かに少し不自然だな。そっか、これもまあヒントになっているのか。そうだよね。だからやたらエリスさんのことをさ、この人はさ、持ち上げすぎているというかさ、そういう節はありますよね。エリスさんがやられるぐらいだったら、あんたみたいなひげ生やしたやつがやられればよかったのよと。それはそれでひでえですけど。昨夜あなたは迷い君と奥の院修験堂に行かれたという。その際、あやめさんには会われたのですか？ここ聞いておきたいですよね。もちろん会ったわ。10時に消灯の鐘を鳴らしたらすぐ来るように言っといたから。それであやめさんは奥の院に来たと言うすか？当たり前でしょ、素直な子なんだからあやめは。あれ、おかしいですね。話は食い違ってきますね。それでね、迷いさんの礼儀を始めてもらったわけ、あの子に。しかし、あやめさん本人の供述は全く違う。彼女は奥の院には行っていないと言っている。おかしいですね。まさに、謎はミステリーっすね。しかも、その件でサイコロックって出たっけ？そこちゃんと見なかったけどね。そしたら、じゃあね、現場も見に行きますかね、その境内。同日某時刻、葉桜院境内。さあ、ここが殺人現場っす。なかなかグロテスクな感じになってましたね。死体以外はほぼそのままに保存されているっす。
ご苦労刑事、調べさせてもらうとしよう。まだ警官たちが捜査中のようだな。あ、ところで三井検事、念のために伺うっすが、検事は本当に弁護するっすか？明日の裁判で、あの二層を。もう引き受けた以上、全力を尽くすつもりだ。すごいよね。それで受ける三井さんも三井さんですよ。そうなると自分の立場上、我々の捜査状況をうっかり漏らすわけにはいかないっす。まあ、糸の子さんは糸の子さんでね、思うままに行動すればいいさ。余計なことを心配するな、刑事。私を誰だと思っていると。君はただ、黙って情報を垂れ流せばよい。そう、いつも通りやればよいのだ。それが君だろう。了解っす。垂れ流すっす。うむ。その調子だ。たまに不安になるな、この刑事。今はすごいね。助かるからいいんですけど、これで良いのかという思いにはなりますね。そしたらまずは気になるところを調べ尽くしますか。まあ、まずはもうこれ、この黄金像が持っている刀が凶器か。この七支刀ね、そうっす、七支刀って呼ばれているらしいですね。凶器に残っているうちは被害者のものなのだろうな。そうっす、べったりっす。あ、べったりといえば、七支刀の握りにはこれまたべったりっす。指紋が。指紋？もちろん。被告人の二層あやめのものっす。だからこの時点でさ、もう、あやめさんは嘘をついてるわけですよ。これを触ってるわけじゃん。そのことは聞いてないわけじゃないですか。こちらはね、彼女の指紋が凶器に。だからあやめさんは何かをこちらに言ってないわけですよ。ずっと自室にこもってたって言ってるけど、どうかしたっすか、しんみりして。なるほどのやつ、いつもこんな気分で弁護席に立っていたのか。調べれば調べるほどね、そのやばい情報がこちらに。嫌な感じっすか、やっぱり。はっきり言って体に悪い。ねえ、そんなこれまでの心労をたたって今、なるほどさんは病院で寝込んでるのかもしれません。この辺りは調べられないのかな。調べられないか。そしたらソリ。自分はかなりのスキー好きっす。スキー好きならばソリはどうなのか。いや、自分はスキー好きっすから、ソリはソリが合わないっす。こいつ狙っていってやがんな。どうかしたっすか、三井検事。考えすぎなのか。いや、狙って言ってるね。あの石垣の上は三門に通じてるはずだ。そうっすね、石垣にはいい思い出がないっす。これは話すのかな。とは言っても特に嫌な思い出があるわけでもないっす。じゃあ黙っていなさい。無理にコメントしなくてもいいぞ、刑事。この、はしごだか脚立だかには調べられないですかね。ハザクラインの本堂が頭上に見える。あれ本堂には確か2階はなかったっすよ。ハザクラインは山の急斜面にあるからな。本堂の表側と裏側で高さが違うのだろう。なるほど。それなら一層斜めに立てればよかったすのにね。どうしてその方が良いのか全く理解ができない。そうですね、理解できませんね。住みにくいじゃないか、そこに住んでる人間が。灯籠だ。夜になると火が入るようだな。炎の明かりは風情があっていいっすよ。自分も月末は部屋でろうそくの揺らめく炎を楽しむっす。それはあえてやってるのか仕方がなくやってんのかで、まあ、状況は変わってきますけど。刑事、電気代ぐらい払いたまえ。なんでわかったっすか。
方なくそうなってるようだな。あ、でこれがなんだこの魔法使いの杖は。いや、これは魔法使いの杖でしょ、どう考えても。被害者の天竜斎エリスが持っていたものらしいですね。そうですね、つまり天竜斎エリスは魔法使いと。怪しいところはないですね。あ、そうだ、ここだけの話があるっす。む、なんだ、言ってみなさい。これは極秘っすよ、誰にも言っちゃダメっす。わかった。実は自分は昔魔法使いになりたかったっす。これはね、覚えてました。こんなこと言ってたなっていう。もしかしてそれで終わりか。終わりっす。この杖、頑丈な木でできているようだな。なかったことにしましたね。今の時間、指紋は残っていたのか。付着していたのは被害者のものだけっす。ただあれですよね、その杖にはさ、水晶がついてたんですよ。それがないですね。一体全体どこに行ったのか、それも気になるところではありますが、ま、話を聞きましょうか。いや、さっき突きつけなかったけど、改めて弁護士バッジ突きつけてみますか。あれ、なんで水流賢治がそれを襟につけてるっすか。そんなに不思議だろうか。そりゃそうっす、賢治が弁護士バッジをつけてるということは、刑事が殺しのライセンスを持ってるようなものっすからね。いや、そういうことでもないでしょう。三鶴木さんがこれを持ってたら、ね、殺しのライセンス持ってるのと同義なの。そこまで不吉な代物に見えるのか、こいつは。検事もいけるし、弁護士もいける。それはもう、やばいと。最強だと。まあいいや。被害者について。被害者は絵本作家の天竜斎エリス。本名は不明っす。去年絵本の賞を取るまでの経歴もまるで不明っす。謎はミステリーっすね。今時考えにくいな、身元不明だと。被害者の死亡推定時刻は2月7日午後10時から11時頃っす。死因は背中から刺された凶器による失血死っす。凶器？被害者の体は刀でぶっすり刺し貫かれていたっす。むー、気の毒に。それともう一点、奇妙な点があるっす。なんだ？被害者の全身には打ち身のような跡が残ってるっす。どうやら被害者は2階ぐらいの高さから落下しているっす。2階ぐらいね。まあ、すぐこう、まあ、目線で言うとね、あの右の方、右上の方に、まあ、本堂あるじゃないですか。そこから落ちたら、まあ、2階ぐらいの高さから落ちたことにはなるから、そういう想像はしちゃいますけどね。どうなんでしょうね、2階ぐらいの高さというと。ちょうどあそこに見える部屋の高さに当たるようだが、そうですね。さすが水流賢治。ただそうなってくると、実はいろいろ問題もあったり。天竜斎エリスは昨夜まさにあの部屋に泊まっていたっす。刀で刺し貫かれた後突き落とされたのか。どうなんでしょうね。いや、これまたいろいろ複雑なんですけどね、事件のあらまし。それでは刑事、昨夜ここであったことを整理して聞かせてもらいたい。は、では見取り図を見ていただくっす。事件の目撃者、住職のビキニの証言によると、サザクラインで夕食が終わって、彼女と綾瀬と迷いは奥の院へ、スペシャルコースのためにね、向かったわけですよね。午後10時、あやめが消灯の鐘を鳴らした後、奥の院へ。まあ、これ、あやめさん行ってないって言ってますけどね。ただ、ビキニさんはそこで会ってるわけですから、ビキニはあやめに修行を任せて、ハザクラインに戻ってるっす。腰がバリバリいってるからね、戻ってきたと。そしてビキニはハザクラインでお風呂に入った後、
撃したわけか。境内で殺人の現場を目撃したっす。で、そこにはあやめさんがいたと。まあ、詳しいことは本堂にいるおばさんから聞いてほしいっす。奥の院か。もう少し情報が欲しいな。裁判は明日だったな。検事の方はどうなっている？まあ、一応担当検事は護道さんなんですよね。この事件の担当はあの護道検事のはずっすが、今連絡が取れないので、他の検事を探しているらしいっす。そうなんですよね。護道さんじゃなくて別の検事さんが、明日の法廷は立つんですよ。どういうことだ。いつもそうっす。スパッと連絡が取れたことがないっす。あ、もしかしてあれっすかね。まあ、どっかのバーで、これはパーティーが始まりそうだぜみたいな、そういうこと言ってんじゃねえの。そういうダンディズムな感じなんじゃないの。なるほど、龍二が風邪をひいたのでやる気をなくしちまったとか。あー、どうなんでしょうね。護道さんの方も風邪をひいてるんでしょうかね。明日の裁判、私は特別弁護人として出廷するつもりだ。特別弁護人か。しかし私が検事だと知られると非常に面倒だ。三剣さんのことを知らないようなメンツで揃えたいと。それはそうっすね。とは言ってもあの裁判長相手にそれは無理なのでは。そうですね。だからあの裁判長じゃない別の、人物を用意して、さすがに私の顔ぐらいは覚えているだろうな。だから別の裁判長の法廷を手配しておいた。まあ、そこは抜かりなく彼とは一度しか会っていない。私を忘れている可能性は高い。確かあれですよね、あのほら第4話の時に出てたあの裁判長、確かあの人。しかし検事の方はどうするっすか。そう、問題は検事ですよ。検事局で水剣検事を知らない者はいないっす。知らない者はいないと思うんですよ。だから信頼できる、信用できる検事をそこに置けば、まあ、とりあえず黙っててはくれるかなっていう。事情を知らない検事が騒ぎ立てたら厄介っすね。それならば問題ない。念のために検事もすでに私の方で手配しておいた。あの方ならね、まあ黙っててくれるんじゃないですかね。どんな目に遭うかは知りませんが、水剣検事ってそんなに偉かったっすか。いや、それは偉いでしょう。未来の検事局長ですからね。迷い君が修行していた奥の院というのは、おばさんの話では修行するためのボロ小屋らしいっす。言ってのけたな、ボロ小屋と。おぼろ橋を渡った向こう側にあるっす。あの焼け落ちた橋か。おぼろ橋の向こうは奥の院の他に何があるのだろうか。何もないっす。何も？橋の向こうは切り立った崖に囲まれていて、ある種陸の孤島らしいっす。大呂橋の向こうに存在するのは奥の院だけ。人の住めるようなところじゃないらしいっすよ。そんな場所に迷いちゃんは無事でいてくれ、迷いくん。じゃあまあね、いろいろ情報は集まってきましたから、あやめさんにもう一回会いに行きましょうかね。